新車販売台数売上ナンバーワンということでね、一番売れてる車なんですよね、 Nbox。 はい、っていうわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダ Nbox カスタム2020年モデルです。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。ホンダ Nbox カスタム GEX ターボホンダセンシングというわけで、こちら2020年モデルと、皆さんね、なんか 20M って呼んでますね。形もね、なかなか、スポーティーでかっこいいんですが、走りの方もいいですよね。K でもね、こちら、ターボ車になりますので、その辺ね、全然走りが違いますよね。ちょっとね、ライトつけました。ウインカーがね、流れるウインカーになってます。この周りが、光ってますね。給湯式の LED ライトがついております。で、フォグライトもね、 LED 式ということで、いや、カスタムはね、結構高級感ありますよね。横から見たらこんな感じです。で、こちらの両面スライド扉ということでね、非常に使い勝手がいいですよね。いや、このままね、まっすぐ向こうまで行けますね。このドアノブもこのメッキ使い、いや、なかなかの高級感。ちなみにタイヤの方は165の 55R15 15インチを履いております。後ろから見るとこんな感じです。これ改めて見るとね、すごい造形的なんですよね。このクリアカバーの中にテールランプが入ってるという感じですね。ちょっとね、後ろ開けてみましょう。後ろね、意外と広いんですよね。ちょっと私座ってみました。大人がね、腰をかけれるぐらいのスペースがありますね。後部座席のシートがね、結構こう斜めになってるので、下の方が広く使える感じですね。しかもね、このシート、すごく広くできます。ここに、ね、取っ手があるんですよね。これ引っ張りの、ほら、こんなに。こうなるとね、ちょっとしたワゴン車という感じの広さですね。で、このカスタムね、ツートンカラーということで、屋根がね、黒いんですよね。で、まあカスタムということで、この大きいね、エアロがついてます。ここもね、ブレーキランプ結構大きくていいですよね。このリアのバンパーもね、結構凝ってますよね。ほら、ここ掘り込んでる感じのデザイン。このサイドガーニッシュもね、最初からついてるということで、結構ね、車高がね、低く見えますよね。さすがにボンネットはね、狭いんですけど、結構ね、存在感のある、ボンネットをしてますよね。すごいピラー、こんなにピラー立ってるんやな。で、この左側のね、ミラーの、この前の、ここにね、巻き込み確認のね、小さいミラーがついてます。ではね、内装の方を見てみましょう。はい、では、お邪魔しますと。おぉ。内装の方はね、こんな感じです。いや、これ、本当にね、乗るたびに思うんですけど、このハンドルとかね、いや、もうこれ、普通車並みですよね。で、こういったね、パネルとかも、すごい、なんか、上質感があるんですよね。Nbox カスタムのね、メーターね、結構やっぱ見やすいんですよね。このセンターに、メーターがあるんですけども、視線移動しなくてもいいぐらいの位置にちょうどあるので、それで見やすいんですよね。この左側のね、インジケーターがいろいろ情報が変わります。で、今回ね、2020年モデルということで、何が新しくなったかというところですよね。皆さん気になりますよね。このフロント2席、助手席と、運転席に、シートヒーターがついたと。で、レザーのね、シフトノブが、この下の方のグレードでもね、ついてくるということですね。カスタムは最初からこれですかね。で、リアワイドカメラが品質向上したということですね。ちょっと後部座席に乗ってみますね。お邪魔します。いや、これほんと便利。前はこれカスタムはついてるんですかね。で、今ね、荷物マックス詰めるバージョンにしてるので、シート下げてます。これ私のね、ドライビングポジションにしてるんですけど、足元拳1個半ぐらい入りますね。後ろにも、おー、スライド、あ、結構するな、スライド。こんなにマックス後ろまで下げるとめっちゃ広いよ。
ほら、十分足組めます。で、しかもね、これ跳ね上げ、こんな感じでシートを跳ね上げられます。で、細かいところね、ここにポケットついてたりとか、コンビニフック、これいいね。で、この助手席のね、このシートね、まあ、スーパースライドシートということでね、ここにね、大きい、取っ手がね、あるんですよね。すごい大きい取っ手。これで、ほら、これスライドするとね、この真ん中にね、巨大スペースがありますね。なんかちょっとした家具ぐらい運べそうな感じです。で、これを引っ張るとぐーっと後ろにね下がります。前も足組めるよ。で、運転席のねこの部分、これでね後ろのスライド扉、閉めれます。これだけね後ろに下がると、あの後部座席にね、あのチャイルドシートとかしてる人は、あの赤ちゃんがね手に届くという感じですね。いっぱい充電できます。 USB ありますね。ほら、収納も、ああ、これドリンクホルダーこんな感じね。こういうところにもね、収納があると。ルームミラーの上にね、ベルトサインが出ますね。で、これハンドルもね、自分の背の高さに合わせることができます。これね、あの、軽であんまりついてるのないんで、いいですよね。では、試乗の方行ってみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。後方確認、よし！ホンダ NBOX カスタム、2020年モデルということで、こちらの車はね、GEX ターボホンダセンシングモデルになりますね。で、これ乗り始めてすぐ受ける印象は、一瞬これ軽じゃないのかなという印象がありますね。まあ、このハンドルをね、握った感触とか、目にね見えてくる、インジゲーターの質感とか、すごいねやっぱ上質感があるんですよね。K ってね、ここまでクオリティを上げれるのかなという感じがしますね。で、これ 660cc ですよね。まあ、あのターボがついてるっていうのは分かるんですけど、それにしてもね、あの軽くねアクセル、あのすごいスーッと走るんですよね。まあ、パワー不足ね今のところ感じないですね。まあ、乗り味の方もね、サスペンションもこれ、本当にこれ普通車並みと言ってもいいんじゃないですかね。乗り心地かなりいいです。まあ、それにプラスしてこの遮音性ですよね。やはりね K なんで、踏み込めばエンジン音がね、多少聞こえてはくるんですけども、すごい室内に入るとね、静かに感じられますね。いや、売れてる理由がね分かりますよね。新車販売台数売上ナンバーワンということでね、一番売れてる車なんですよね、 NBOX。 ホンダセンシングですよね。このセンシングが、ついてるということで、今回のね2020年モデルで新しくその辺も、改良されてるということですね。やっぱりね、普通車から軽に乗り換えた方とか、結構ねその安全面とかね気にする方多いんじゃないでしょうか。そういう方もね、このホンダセンシングついてればね、すごいねやっぱいいなと思いますよね。はい、今ちょっと巻き込み確認もすげえ見やすいわ。今ね、エアコンの方をつけてるんですけども、プラズマクラスターがねついてるんですよね。アレルゲンやウイルスにも対応ということでね、まあ花粉症の方もねこれついてると非常にねいいなと思います。で、この大きいね窓ガラスね、UV カットや、遮熱性ですね、その辺もカットしてくれるということで、本当にね乗ってて心地のいい感じがするんですよね。で、こちらの車、イーコンモードもついております。ちょっと押してみましょう。ポチ、おお、葉っぱのマークが出てきました。あ、少し出だしが変わりますね。アクセルのレスポンスが、いや劇的に変わるわけじゃないんですが、多少、レスポンスが変わったかなという感じは受けましたね。で、燃費をね稼ぎながら安全に運転するというのもいいんですね。イーコンモードでね、ゆったりゆっくり走るっていうのもいいですよね。気になるね燃費の方なんですが、
このターボモデルでね、WLTC モード 20.4kPL と。いやー優秀ですよね。これハイブリッドじゃないんですけど、しかもターボモデルなんですけど、20kg、しかも WLTC モードでね、20kg 走るってね、ほぼほぼね、これ実燃費ですよね。それぐらい走るって、いやーすごいなと思います。で、ターボが付いてないモデルでね、WLTC モードで 21.8kPL ですね。いやー優秀ですね。まあこの 20M モデルね、外装はね、ほとんどというかね、変わりがないですよね。これね、変えない勇気っていうのもありますよね。この、NBOX カスタム、NBOX の、エクステリアデザインってね、結構完成されてますよね。なので、変にね、変えちゃうよりも、今のまま、現行のまま打った方がいいよという感じですよね。内装もね、ほぼ一緒というか、まあ一緒ですよね。機能面が、プラスされたということですよね。はい、いかがでしたかね。 NBOX カスタム、2020年モデル、いやなかなかのね、軽と思えないぐらいの高級感でしたね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、NBOX カスタム2020年モデルでした。じゃあね、ボーイシュー。